田舎暮らしみたいなテレビでさ、あの田舎に一軒家作ってさ、ね、子供に自然の中で暮らさせたいなんていう番組よくやってんじゃん。悪くはないけどな。あるでしょ今そういうのが。いやポツンじゃないんだよ。ポツンでもないんだけど、悪くはないんだけど、家族で移住とかさ、古民家再生とかさ、気になる女性配信者はいますか？なんでそこでいきなり俺にそんなこと聞いてくんだよ。俺のことを気になってくれる女性配信者がいるかどうかの方が問題だんべや。いや、のんびり暮らさんもいいんだよ。畑があってさ、まあ、仮畑でもいいし、田んぼでもいいけど、今もう、なんだろう、高齢化してるから、田舎に行けばね、自分でそこを耕せないんだったら、仮畑にしたりとか、で、農協と契約すれば、ちゃんとできるわけよ。自分に技術が、あったら。なくても農協が指導してくれるから。なんたってよ、生産者を増やさなきゃダメなんだから。どんどん減ってくんだから。農家やめるとか。で、専業やれるのか、兼業なのかっていう話もあんじゃん。で、その、まあ、人口減少が止まらないような地域は、その、市区町村からの助成金とかが出るわけよ。移住しますってなると。で、専業農家やりますって言ったら、またそこにも助成金が出るでしょ。そんなとこはいくらでもあるんだよ。で、古民家のリフォーム代だって補助金出るじゃん。だから、悪くはないけど、どうかな。都会の利便性はないよね。あんたたち行くわよ。いいわね。ケビ。だから、あれだぜ。多忙ありがとう、マドン。決まった。あらーす。あのさ、月刊誌でさ、月刊誌かな、格付きかな、2ヶ月に1回かな、田舎暮らしの本っていう本が出てんのよ。まあ見たことある人もいるかもしれない。そこには山ほど中古古民家の、もうそれこそよ、なあ、150万ぐらいで 5LDK の古民家とかあるからね。マジで、びっくりすんで。いや、そりゃ深みよ、田舎行ったらよ、町内会、消防団、全部やんなきゃダメだね。そりゃそうだよ。よろしくお願いしますって言って。いや、だからそれがめんどくせえからタワマンなんじゃねえの？なあ。マンションなんじゃねえの？なんべ？草取り、草むしり、ね、
何日からやるからよろしくねなんつって言われて参加しなかったら何言うらっかわかんねえんだからよ。まあ勝手に家に入ってきたりはそれはするよ。てか鍵かけねえだろ大体。うん。だから俺この間もさ放送で言ったけど、ああ新しくこっちに越してきたのよろしくねって言って、これよかったら食べてって持ってくるんだよおばはんたち。なんで持ってくるか知ってる？そこの家庭内のことを全部調べるために持ってくんだから。わかる？スパイだよ。そしたらいただいてありがとうございますじゃないんで、あ、どうぞじゃあお茶でも出しますから上がってくださいなんだよ。そうだろ？そういうこと。これうちで取れたやつだからよかったら食べてなんて言ってさ、ありがとうございますってもらっただけだったら何言われるかわかんねえ。もらい返し絶対やんなきゃダメだからな、田舎は。返しは絶対やんなきゃダメ。ああ。そうだろう。ここにもそういうの住んでる経験者いるだろうよ。返しは絶対やんないとダメ。もらいっぱなしだったら何言われるかわかんないから。ああ。拒否れないんだよ、もう、森ちゃん。持ってこられたら拒否れないの。ありがとうございますってもらっといて、あとでアマゾンでよ、な、白い恋人とかよ、なんかあんなのよ、買ってよ、持ってきゃいいんだよ。うん。これ、あの知り合いからあのもらったやつなんですけどって、北海道のお土産でって言って、喜ぶから。田舎のばあさんとかあんな食ったことねえんだからよ。そうだろ？だからテクニックなんだよ。もうそこで暮らすには絶対的なテクニックが必要なんだよ。生き抜くための知恵だよそこで。なんだよ。そりゃやっぱり返さねえとダメだよ。もらったら。向こうはただのてめえんとこの畑で取れた野菜持ってくるかもしんねえ。でも、そしたら、なんかしら返さなきゃダメだよ。公民館だってよ、な、みんなが顔出すからおいでなんて言われてよ、ちょっと忙しいんでなんて言って断ったらダメだからね。みんな忙しくないんだよ田舎は。ぶっちゃけ正直もうリタイア組だから、あんたみんなに紹介してやるからちょっとおいでって言われたら、あ、ありがとうございますって行かなきゃダメだよ、うん、絶対仕切りがいるんだから。集まんのはそれがだから村なんだよ、たーちゃんよ。村っていうのはそういうものなの。集まるんだよ絶対に。だから村八分って言葉があるんじゃねえか。そうだよ、困った時は助けてくれるよ全力で。
あんたんとこ屋根水持ってんの？って言ったら、もうじゃあ私声かけてやるから、つって、うわーって来て、みんなで屋根修理とかやってくれんだよ。それが村社会なんだよ。そうだよな。まあ、俺のリスナーの中で、そういうところで暮らしてる人がいるかどうかわかんねえけど、そういうもんなんだよ。俺はそう思ってるよ。そこに行くにはその覚悟がないと。うん。田植えの時期には自分の田んぼじゃなくたって田植え行けばいいんだから。そうでしょ？選挙もお願いされるんですね。ですかね。あ、もちろんもちろん。うん。議員さんね、町議だって、村議だって、まあ村長だってなんだって、全部入ってくるからな、市議だって。そうだね、村社会は変な意味、お金の動きにあんまり左右されない社会かもしれないね。うん。人間の動きに左右される社会かもしれない。助け合い、互助だよな。うん。あんたの困ってんだったら何言ってきなって。お互い様だから、うん、互助共助だよな。まあ、仲良くしてれば生活費が浮くっていうよりも。だって古民家なんか、まあ、買うんだったらそんなもんだけど、借りるんだったら月2万円ぐらいだね。2万円、2万5千だよな。ちょっと過疎地の村の古民家なんてな。3LDK ぐらいの。どうだろう？ああ、もう葬式が、あの、冠婚葬されれば絶対だから。うん。そんなもんだよ。2万5千円とかそんなもんだね。家賃なんて。借りるならね。うん。だからそういうさ、だからこそあの地方にその東京一極集中じゃなくて地方にもっと人をなんだろうの流れを作りましょうよってやってんだけど、今コロナだからそれができねえんだって。那須塩原の温泉付き、うん、あれは一時バブルの頃に別荘地で高値で売り出したからな。よく知ってんな、バーベキュー。うん、俺も関東住んでたから。うん、であの辺はほら、あの自分とこに温泉の権利引けるからな。
だから自分で別荘をそこ買っちまえば自分家に温泉があるようなもんだから、源泉引けるんだから。兄ありがとう。だから熱海なんかだって今また人気出てきてんじゃん。少し熱海もそうなんだよ。たけちゃんいらっしゃい、こんにちは。熱海も湯量が豊富だから、そのいくらでもそのなんだろう、暮らすんであれば温泉の権利引くのはいくらでもできるんだ。毎日家で温泉暮らしで。だからさ、俺さ思ったんだけどさ、まあキャスでもフワッチでもさ、配信者さ、そういうとこを買っちゃってさ、のんきに温泉暮らししてさ、そっからインターネットで配信してりゃもう死ぬまで裕福だよな。そう思わね。ガチで。だろ？ほんで自分のリスナーよ、たまに泊まり来いよなんつって言ったらいいんだからよ。なあ。こっち来た時は泊まり来いよっつって言えばいいんだ。そう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 。贅沢はね。まあでも、俺なんかとは違って、他の、まあ、下手すりゃ俺今283じゃん。俺1000レベルいってる配信者は、まあ、まあ普通に考えて月に100とか150は稼いでるわけだから。そろばん弾けやな。だからそこそこ贅沢はできんぜ。なあ。そう、まあね。そこはね。ああ、いつも応援してます。ありがとうございます、先輩。だって俺自分が経験してるから。それは俺がだって FC2 とかんでやってた時は月に150とか言ってたからね。正直だから他の配信者で言ったらもっと言ってるって俺は想像してるけどね。うん。当時ね、数字がほら物語るから。そのバックアップがあるから食えてんだろうけどね。うん。ああ、それメンバーシップっていうのが俺よくわかんないんだよね。あれなんか入るのに先払いなんだろ？いくらかで入るんだろ？有料配信なんだろ？配信が金にならない頃からやってる。あ、俺の場合、俺も18年やってるからね。
まさか配信で食えるそんなお金が入ってくるなんて、うるせえな浩二この野郎、まさかさ配信でさお金が入ってくる時代が来るとは思ってなかったから、うん、あ、だから俺はだから配信が好きだからやってんのよ。ただ今は結局みんなに助けてもらってるっていうのがあるから感謝しかねえし、うん、ありがてえなって思う。あ、びっくりした。あ、違うよ、表の工事がうるせえからよ、本当よ、ガン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 やりやがってよ。だから今、だから、その、今配信会に入ってきてる人たちは、あくまでもここでお金が稼げるから入ってくるわけじゃん。みんな、ほら、いろんな放送見に行ってリスナーだからわかるじゃん。ねえ。